ピーター・メイヒューは、イギリス出身の俳優、病院職員、イングランドのサリー出身、ロンドンの病院職員だったが、地元の新聞記事に載ったピーターを見たプロデューサーに、誘われ、シンドバッド・トラの目大冒険に出演した。スター・ウォーズシリーズの中爆火役で有名、演じた役のほとんどが中爆火である。ジョージ・ルーカスが、 中爆火役の役者を探していた際、2メートル20センチという長身が決め手となり、1回あっただけで起用が決定した。2005年10月17日にアメリカに帰化している。2014年4月9日、2015年12月に公開されたスターウォーズシリーズ本編7作目のスターウォーズフォースの覚醒に中爆火役で出演した。自作、スターウォーズ 最後のジェダイからは年齢の問題もあり、フォースの覚醒の一部シーンで大役を務めたヨーナススオタモに完全交代した。2017年12月9日、アトクマイナス8に行われた同作のワールドプレミアでは車椅子に乗っている様子が見られている。2019年4月30日、アメリカ合衆国テキサス州の自宅にて亡くなったことが明らかにされた。 74歳没、ありがとうございます。